河井克行法務大臣の妻、河井案里が公職選挙法違反か、運動員買収疑惑が浮上。週刊文春によりますと、河井克行法務大臣の妻の河井案里議員が、選挙期間中に、うぐいす城に対して、法定上限を超える日当を支払った疑いがあることが明らかになりました。こちら、 日当の法定上限は1万5千円になっておりますが、河合案里議員は3万円を支払ったとされております。こちら、領収証は日付を選挙前と選挙期間中の2枚に分割し、金額をそれぞれ1日当たり1万5千円にしていたとされておりますが、こういった 選挙時の買収。まあ、この買収疑惑が事実かどうかという問題もございますけども、えー、国政選挙や地方選挙でも横行してしまっている問題です。それもすぐにバレる問題でございますので、こちら、すべての議員の皆様には、こういった買収を絶対に行わないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。